アラームさんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、プリンで初めての決済に挑戦、使い方も解説ということで、今回は無料送金アプリのプリンについて実際に使った動画と合わせてお伝えしていこうと思います。何度か僕の動画でも紹介しているプリンですが、現在こちらの初めてのお支払いキャンペーンというものが開催中で、プリンで支払ったら500円がもらえます。これが8月の27日まで、そして対象店舗でプリンで決済をして、これはエントリー不要で自動でエントリーされるようになってます。 で、特典の500円は9月末まで不要ということですね。決済する前に、使う前の事前準備として、すでにプリンにお金をチャージした状態でお伝えします。① 番まずはプリンのアプリを開いて、真ん中ら辺にあるお店で払うをタップします。そして、丸2番。そしたら QR コードを読み込む画面が出てくるので、これで OK です。で、お店によっては、自分の QR コードを見せる場合もあるかもしれないので、その時は一番右の3番のような感じで、 QR コードを提示すれば大丈夫です、まあ、そしてラッキーなことに福岡県にも対象の店舗があったのでまずはプリンで決済をした映像から流したいと思いますのでどうぞああ、僕が読み込む方ですねわかりましたはい、えー、じゃあこれで OK ですかねはい、 ということで実際に使った映像でした。まさか僕が QR コードを読み込む側でしたね。まあ最初決済するときに QR コード決済のプリンでお願いしますって伝えたら店員さんもめっちゃ何それみたいな表情されたんですけども、まあ別の店員さんに教えてもらいながらバッチリと決済もできました。まだまだプリンが世の中に浸透するのは少し時間がかかりそうですね。 で、使ってみた、まあ、率直な感想としたら3つあるんですけども、まず1つ目は、他のペイと違って決済した時の音が鳴らないということで、まあ、ペイペイ、ラインペイ、オリガインペイとか決済音が鳴るんですけども、 プリンでもなるんかなといういう風にちょっと期待してたんですけども、ちょっとそれがなかったので、少し寂しかったですね。まあ、あの決済音が嫌っていう方も中にはいらっしゃるみたいなんですけども、スマホ決済が好きな僕からしたらちょっと欲しかったですね。で、2番目、思ったより決済の読み込みが早い、かっこ感覚的にということなんですが、この決済スピードはなんか、 今回は QR コードを読み込む側だったんですけども、電波状況は端末にもよると思いますが、結構サクッとできた印象でした。そして最後三つ目、使えるお店が増えたら嬉しいということなんですけども、これは何度かお伝えしてるんですけども、まあ、やっぱりお店が少ないので、まあ、今後もプリンが使えるお店が増えてくれるとさらに便利にはなりそうな予感はしますね。 ま、そんなこんなで今回はプリンで初めて決済に挑戦、使い方も解説ということでお伝えをさせていただきました。まだまだキャンペーン中ですので、気になる方は下の概要欄にキャンペーンのリンクも貼っていますので、詳細をチェックした上で使ってみるのもいいのではないでしょうか。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。